米国遠征中の U から23日本代表ゴールキーパー鈴木彩燕、21イコールシントトロイデンについて、マンチェスター U、イングランドやジェノア、イタリアなど欧州複数クラブが争奪戦を展開していることが9日、分かった。関係者によると、昨夏も正式オファーを提示したマンチェスター U の獲得意思が判明。 ジェノアはインテル・ミラノ入りが取り沙汰されている GK ジョゼップ・マルティネスが移籍すれば参戦する見通しで、ドイツ複数クラブも興味を示している。鈴木彩は浦和に在籍した昨夏も国内外産クラブからオファーが届き、シントトロイデンに期限付き移籍した。2月には移籍金400万ユーロ、約6億7600万円、で24から25年シーズンからの完全移籍が決定。 今回の移籍金は600万から800万ユーロ、約10億1400万から13億5200万円とも言われている。アジア杯では前後試合に出場して8失点と経験不足も指摘されたが、クラブでは欧州1年目にして聖守護神の座を射止めてリーグ32試合に出場した。まだ21歳と若く、伸びしろは十分。何よりも EU 県外選手の獲得に制限がある。 gk 大国、イタリアからの熱視線が評価の高さを物語っている。26年 W 杯出場へ向けて明確な筋道を書く鈴木彩は、1番手でプレーできるクラブを希望。シントとロイデン側からは移留されている。移籍した場合、パリ五輪出場には日本協会と移籍先クラブとの交渉が必要となるため、出場を熱望する鈴木彩も決断を引き延ばすつもりはないという。 移籍化、残留化、底知れぬポテンシャルを秘める守護神の動向に注目が集まる。鈴木サ津や、鈴木財音、2002年、平14、8月21日生まれ、さいたま市出身の21歳。小学生時代から浦和の下部組織で育ち、19年2月にクラブ史上最年少16歳5ヶ月11日でプロ契約締結。 21年3月のルヴァンハイ湘南戦でプロデビューし、同年5月の仙台戦で J1 デビューした。飛び級で21年、東京五輪代表に選出され、A 代表は22年7月の E1 選手権香港戦でデビュー。国際 A マッチ通算10試合出場8失点、1メートル92、93キロ、利き足は右。